グリームニルの言葉は、詩のエッタにある、神話詩の一編である。グリームニルの歌とも、作品は、写本の、王の写本及び、AM748i4-2 の断片に保存されており、10世紀の初め頃にノルウェー、またはアイスランドで成立したと考えられている。作品は、ゲールロズ王に苦しめられる神王人の、数多くの遺相の一つ、 グリームニルの発言を通じて物語られる。王人はゲール・ロズ王を王自身の剣の歯に倒れさせることで彼の破滅的な過ちを証明した。枠物語の形式をとる3分の部分はおそらくはグリームニルの言葉の本来の物語の一部ではなかった。作品は長い3分の部分から始まりグリームニルの独白までの主だった状況を記述している。 そして本文は、詩の陰文の十四の節から構成されている。詩の最後のわずかな部分はまた三文になり、ゲールローズの終末の天末、彼の息子の即位と王人の失踪を伝える。ジョージ・ライトによる幼いアグナルを除いて、誰一人彼を憐れみ心配をすることはなかった。王人に何か飲み物を届けているアグナル。物語は、王人と彼の妻、フリーックが、 世界を見渡すフリズスキャール部に座っているところから始まる。彼らはゲールロズ王に目を向けた。彼は亡き父フラウズング王を継いで国を統治していた。ゲールロズと彼の兄、アグナルはそれぞれ王人とフリックによって養われていた。神と女神は百姓と彼の妻に変装して子供たちに知識を教えた。アグナルがホラー穴で女巨人と共に住む一方で、 ゲールローズは彼の父の死と同時に王になり、父の王国に戻った。フリズスキャール部で王人はフリーックに彼の養シナであるゲールローズは彼女の養シナのアグナルより多くの成功を収めていると言った。フリーックはゲールローズがもし客があまり多いと考えるならば彼は客を苦しめるだろう。それほどケチでもてなしが悪いと言い返した。王人はこれに反論し、そして 夫婦はこのことで賭けを始めた。フリックはそれから彼女の召使いであるフッラをゲールロズの元へ送った。フッラはゲールロズに魔法をかけるために彼の宮廷に間もなく魔法使いが入ってくる。犬が彼に飛びかかるには十分に霊謀になれないという事実によって彼がそれだと認められるであろうとゲールロズに助言をした。ゲールロズはフッラの虚偽の警告を心に留めた。 彼は部下に対し、犬が襲いかからない男を捕らえるよう命令した。そして部下たちは、そのようにした。脳性色の街灯をまとった王人は、グリームニルとして、自らを捕らえさせておいた。彼は、自分の名前がグリームニルであると言ったが、彼は、自分からはそれ以上のことは何も言わなかった。そのためゲイルロズは彼に話すことを強いるために、彼を拷問させた。そして、 八つの夜の間、二つの炎の間に、彼を置いた。時ここにいたり、ゲールロズの兄の名にちなんで名付けられたゲールロズの息子、アグナルが、グリームニルのそばに来て、彼に飲んでもらうために一杯の核杯を与えた。そして、自分の父である王が彼を苦しめるのは正しく、なかったと言った。グリームニルは続いて、自分が八昼夜を苦しんだと語り、 ゲイルロズの息子のアグナルを除いて、誰からも助けがなかったこと、そのアグナルこそは、グリームニルが、ゴート族の王となると予言したものであると語った。グリームニルは、自分が誰であるか、高き者としてその正体を明かし、アグナルが彼に持ってきた飲み物に対して報いると、約束する。詩の本文において、王人は広範囲にわたって、世界のありようとその住民の居所などを説明し、 彼自身と彼の多くの別名について話した。最終的に、グリームニルは、ゲールロズに向き直り、ゲールロズに不幸を約束する。そして、自分の本当の正体を明らかにする。ようやくゲールロズは、自分が重大な誤解をしていたことに気づく。自分が破滅するということを知り、王は王人を火から引き離すために急いで立ち上がった。しかし、王の膝の上に横に置いていた剣が滑り、 柄を下の方にして落ち、王はつまずいて、自らを剣に突き刺すことになった。ありがとうございます。